はいどうも、八丁マシンガンの汗、今回は7月17日月曜日に登場する投票 FP の選手紹介と能力予想をやっていきたいと思います。ということでやってまいりましたよと。まあ今回もね、まあリーク情報になってしまうので、見たくないよっていう人はまあここでも動画閉じてもらって、って感じでまあやっていくんですけど、まあ前回の投票ね、これ思った以上に良かったね。今までで一番良かったんじゃないかぐらい良かったんですね。クルトワもね、まあ予想してた以上に強かったね。まあ結構予想僕も高めにはしてたけど、それより上行ったからね。でも大体予想してたのより上行ってたって感じで、まあめちゃくちゃいいガチャなんでね。まあこのガチャとのまあ比較、まあちょっと難しいかもしれんけど、まあ次のガチャのね、まだレベルは確定してないんで、ちょっと比較は難しいんですけど、まあまあある程度比較できたらなと思うので、今そういうのもやっていけたらなと思うので、ぜひ最後まで見てもらいたいです。って感じで、まあ最初に良ければチャンネル登録と高評価、お願いします。本当にお願いしますということで、やっていきたいと思います。はい、ということで今回の投票 FP はプレミアリーグですね。これが投票ラストかな、多分ラストっぽいですね。まあこっからまあ選手は全員紹介するんですけど、まあ能力要素はちょっと全員やってたら多分結構時間かかっちゃうんで、まあちょっと気になる選手をまあ見ていけたらなと思います。選手紹介からやっていきましょう。ウィリアン、チアゴシューバ、ロドリゴ、ファンダイク、ギュンドーアン、ウォールプラウス、ピックフォード、ハリーケイン、ザハ、トリッピア、デクラン・ライス、ラッシュフォード、ヘンリー、マディソン、ギブス・ホワイト、マクアリスター、ワトキンス、ブカヨサカ、ヌネス、アンソニー。この12345678910111213141516171819 20名ですね。いやー、まあイベント結構揃ってるんじゃないかな。ということで能力予想をやっていきたいと思います。はい、ということで1人目チアゴシューバということで予想レベル22、まあそれぐらいなんじゃないかなということで、まあ能力こんな感じですね。普通に良さそうではあるけどね、もうちょい低いかもしれんけど、まあ一応見ていくと、まあ足元がやっぱ高いね、チアゴシューバで。まあ守備能力高っ、ディフェンス守備意識、ボール出し高いな、アグレッシブネスもまあ高くて、まあ瞬発もあって、まあフィジカルもまああるって感じで、まあ身長は低いんですけど、まあ能力は普通に優秀よな。でまあスキルもめちゃくちゃ良くてって感じで、でまあこのショータイムよな、まあこれがまあ結構強いから、初期値はまあ買ってるって感じやから、まあレベルはさすがに29よりは下よな、さすがにね。でまあこのチアゴシューバが21と、これぐらいだと思っとくのがまあいいかな。はい、ということで次ファンダイクということで予想レベル16かな、まあこれぐらいなんじゃないかな。まあ能力はまあこんな感じで、まあ守備フィジカルめちゃくちゃ高いよって感じで、まあこれぐらいなんじゃないかな。比較結構いて、まあ、まずショータイムとまず比較すると、初期値はこんな感じですね。あ、でもまあ結構上がり下がりはあるって感じで、ボール出しマイナス3、アグレッシブネスプラス4、まあそれ以外はだいたいプラス1マイナス1みたいな感じか。でまあショータイムのファンダイクがレベル17なんで、まあさすがに超えないんじゃないかな。でまあ他のファンダイクと比較すると、まあこれも比較すると、まあ結構上がり下がりはあるって感じかな。なんか一緒ぐらいな気がするな、レベル。これも結構上がり下がりあるって感じか。まあレベルは同じぐらいなんじゃないかな。まあ16予想かな。そんな上がる気はしないな。はい、ということでお次、ギュンドーアンということで予想レベル、まあ30。まあそれよりもうちょい低いぐらいかな。でまあ能力こんな感じ。まあギュンドーアンはやっぱ能力いいですよね。うん。ドリブルパスできて、まあ決定力もあって。まあ守備もそこそこできて、まあスペシャルもまあまあまああってって感じで。ギュンドーアンね、使ってるんですけど、普通に強いよ。でまあスキルも優秀ですしね。比較すると、このギュンドーアンやな、これ結構強化されたやつなんですけど、初期はこんな感じで、オフェセンプラス1、ボルコンマイナス2、決定力プラス3と、まあ、今回結構決定力が上がったって感じかな。こっちのギュンドーアンがね、レベル32と、確かこれ、バグ強化みたいな感じで言われてたと思うよ、この時。だから32はさすがにいかんかな、って感じの予想かな。で、このドイツパック比較すると、
オフセンプラス1ボルコンプラス1パスマイナス2のケテルプラス3とやっぱケテルか上がってるね今回の。これがレベル28なんでまあこれ超えたらいいなって感じですね。はい、ということで次ハリーケインということで予想レベル20、まあちょっと上げ目の予想かな。まあ能力はこんな感じで、まあ万能なストライカーって感じかな。でまあ比較するとやっぱこのショータイムね、まあ、これと比較すると、まあ、結構初期はプラスされてるんで、まあさすがにこのレベル25は超えないんじゃないかな。まあ他のやつもこれいるんですけど、これ比較すると、キック力プラス2のフィジカルマイナス3と。まあ、正直、まあ、レベル17ぐらいが一番可能性あるとは思うけど、まあ、このイングランドパック比較すると全く一緒やな。まあ、これがレベル17なんでどうなるかですね。さすがに一緒っていうのだけはやめてほしいね。まあ超えてほしいな。はい、ということでお次トリッピアということで予想レベル32、まあこれぐらいいけば普通にいいんじゃないかなということで、まあ、能力こんな感じで、まあ普通になんか万能よな。サイドバック普通に良さそうな能力してますね。ドリブルパスも高くて周囲も普通に80超えてくるスピシュンもあって、フィジカルはまあ70とまあちょっと低めかもしれんけど、まあ普通にいい能力であるね。比較するのはこのショータイムですね。これ初期値比較するとこんな感じで、初期値は今回の方がプラスは多いかな。ショータイムのトリッピはこれレベル40なんで、まあさすがにこれよりは低いかなと思います。はい、ということでお次デクランライスということで予想レベル32ですね。いやライスはめちゃくちゃいいよ。この能力えぐない。普通にもう1000馬でも使える能力やのにこの足元数値があるっていうね、めちゃくちゃいいんよなライスは。指名契約と比較すると、パスがマイナス3のフィジカルプラス3と、まあまあまあ悪くはないんじゃないかな。でイングランドパックと比較するとオフセンボルコンボールキープがマイナス1のボディバラもマイナス2、フィジカルがプラス3と。いや今回フィジカルが上がってるって感じか。イングランドパックのライスがレベル31なんで、まあ超えてほしいなって感じで、まあ32予想ですね。はい、ということでお次ラッシュフォードということで予想レベル28と。ラッシュはねそろそろ強いの来てもいいんじゃないかなと思ってて、まあこの予想ですね。まあ、これぐらいで来たら普通にいい能力ではある気はする。スピシュンバカ速くてドリブルもしっかり高くて決定力もあるって感じで、まあ、これぐらいで来たら普通にいいんじゃないかな。このラッシュはまあビッグタイムでこれはまあ強いの来てるんですけど、このビッグタイムのラッシュ以外ねなんかあんま強いの来てないんよな。週間とかを見るとね実はそんな強くないんよ。この時結構活躍してた気がするから、なんかそろそろ強いの来てもいいんじゃないかなということで、まあまあ28ぐらいはあってもいいんじゃないかなという予想ですね。はい、ということでお次マディソンということで予想レベル32と、ちょっと強気の予想ではあるけど、まあこれ来たらめちゃくちゃ強いけど、まあまあ可能性はちょっと低いかもしれんけど、なんかちょっと強化されそうっていうことやね。これぐらいの予想ですね。でまあドリブルパス高くてスピシュも普通にやってって感じで、このレベルで来たら普通にいいですね。マディソンはやっぱ登場回数が少なくて、まあ一応このマディソンと比較するとフラパマイナス1、蹴ってるプラス1、カーブプラス1、ボールダッシュプラス1、ボディバラマイナス2と。これいつ来たやつなるちょっとあんま分からんねんけど、なんとなくマディソン今回強化されそうっていうことで強気の予想にしてみました。まあ、通常がレベル30なんでね、まあちょっと難しいかもしれんけど。はい、ということでお次ギブスホワイトということで予想レベル26ですかね。あの習慣がねバカ強いからね、あれをちょっと見るとね能力が劣っちゃうけど、まあ普通に悪くはない能力である気がする。でまあ最近来てたプレミアのガチャと比較するとこんな感じで、まあ初期値はまあ買ってるって感じなんで、まあレベルどうやろう。こっちのギブスホワイトレベル26なんで、まあ同じぐらいできたらまあ今回の方が強いってなるんで、まあただこのギブスホワイトが強すぎるからね、さすがにこれは超えれない気がするから、まあこのギブスホワイトは超えるんじゃないかなっていう予想ですね。はい、ということでお次マクアリスターということで、予想レベル38とだいぶ強気の予想出た。これ来たらやばいぞ。めちゃくちゃ能力いいぞ。ドリブルパス90超えて決定力もあってスピッシュも普通にあるって感じで、これ来たらやばいな。もう習慣とかもね、まあ普通に能力は全然悪くはないけどね。ハイライトは初登場なんかな。強いの来てもおかしくないんじゃないかなということで、結構強気の予想にしました。はい、ということでラストは坂ということで予想レベル26と、いやーまあこれ来たら結構熱いんじゃないかな。やっと強い坂が来るんじゃないかなということで、ちょっと楽しみですね。で能力こんな感じで、
まあ、ドリブル高くてパスもできて蹴ってるかも、まあ、80乗ってきて、まあ、スピシュンもあるよって感じで、いやーまあ総合値100はさすがに厳しいと思うけど99は全然あるんじゃないかな。26来たら結構熱いねこれ。でサカがね今までちょ習慣とかもね来てるんですけど全然強くないよ正直に。もっと強くてもいいやんってぐらいの活躍もしてるしね、やっと強い坂が来るんじゃないかなっていう感じで、まあ、決定力がなんか今回ちゃんと高そうってことでちょっとそこは嬉しいね。やっぱりこの坂と比較するとこんな感じですね。やっぱちゃんと決定力7上がり、これ嬉しいね。やっと決定力上がったよって感じよ。習慣のやつもだ全部低かった気がする。決定力がやっと強化されたね、これは嬉しいって感じで、まあ今回の坂まあ、一番強いので来るんじゃないかなって予想で、いや正直総合値100いってくれたら嬉しいんですけど、まあ、投票 FP で100いった選手っていたかない今までのガチャで。あんまいた記憶がないから、さすがに100はいかないんじゃないかなということで。いや正直ね、サッカーここで来ちゃうんやっていうね。正直ね、ショータイムで来てほしかったっていうのはあるんよな。そこがちょっと残念やけど、今回がまあ一番強いので来るんじゃないかなということで、ちょっと楽しみですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやーやっぱりプレミアリーグはやっぱ総合的にいいよな。やっぱりいい選手が揃ってますね、しっかりと。あの結構被りとか多くなっちゃうかもしれんけど、でまあ今回のガチャと考えるとどうやろうな。いや今回のガチャも十分強いからな、ちょっと難しいな。どっち引いてもいい気はするけど、やっぱキーパークルトが強いの手に入るって考えるとやっぱこっちいいよな。でキーパーって結構やっぱ大事だと思うから、今あとガビとかもやっぱ強いですしね。まあそう考えるとちょっと難しいですね。まあ総合的に考えたらプレミア方が補強はしやすいんじゃないかな。無課金の人ならやっぱりプレミア方がいいんじゃないかな。引くならね、クルトワとかガビとか、まあ強いの結構いるから、まあそれ当てれたらいいけど、下の方とか当たっちゃったら結構萎えると思うからね。まあ、全体的に補強したいならやっぱプレミアって感じで、まあこっちが美課金税向けかな感じかな、僕的には。まあどっちのガチャも全然悪くはなさそうって感じですかね。って感じで、まあプレミアリーグやっぱね強くあってほしいね。まああとはレベル次第ですね。まあレベルが高かったらめちゃくちゃいいガチャにはなると思いますね。ということで、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。